小田原城の桜と小田原かまぼこを楽しむイベントとして、3月25日土曜日、26日日曜日の2日間、小田原城址公園二の丸広場で開催された第21回小田原かまぼこ桜まつり。会場では趣向を凝らしたさまざまなイベントが行われ、こちら紙すきを体験できるコーナーもお子さんを中心に多くの参加者でにぎわいを見せていました。小田原市民の皆さんの活動を紹介する市民力、106回目となる今回は、リサイクルとプレサイクルの社会を目指して、市内のイベントや施設で紙すき体験や手作り小物講座などを行っているリサイクル水木をご紹介します。リサイクル水木が発足したのは平成4年。当然のように捨てられていた牛乳パックをもったいないと言って拾い集めたのが会の生まれるきっかけでした。片倉陽子さんっておっしゃる方なんですけど、もうご高齢なもんですからこちらにはあんまり見えてないんですけど、その方が牛乳パックを県内で集めているところがあるっていうのを知って、小田原でもやりたいなということで個人的に回収を始めました。それでまず本当のこうつてで知ってる人たちのものをもらって、でそんなことしているうちに八尾正さんが、私どもが集めたパックも一緒に回収してくださるよっていうことで軌道に乗って、そういうことやってて、それと中島さんとか空き缶拾いをしたり、もう一人今会員ではない方がやはり学校へ働きかけていろんなことをやってらっしゃるっていうことがあって、それで小田原市内のタウン市がそういう方をちょっと私たち 4,5 人を集めてくださって、打算会みたいなことをやってくださったんですね。でその時にじゃあもうここにやってるんじゃなくていろんなものをネットワークみたいになんかしたらって言って、じゃあ会を作っちゃおうみたいなことでできて、いろいろと名前は何て名前にしようかなんて言ってたら、その後水木の解放誌を一手に引き受けてくださってる方が、いわゆる水樹木の樹というものを水木ってどうっていう提案があって、もう本当に環境問題ぴったりねっていうんで、もう即その時に私は決まったような記憶があります。当時小田原市では牛乳パックを回収していなかったこともあり、その回収事業を会の中心活動に据えたリサイクル水木、静岡県の製紙工場に運び、その代金を小田原市のふるさと緑基金に4年間寄付したほか、小中学校の全校にゴミや環境についての図書を寄贈。平成7年、小田原市で500ミリリットル、1000ミリリットルの紙パック回収がスタートすると、その対象外となって焼却処分される学校給食の牛乳パックのリサイクルに乗り出しました。学校給食の200ミリの牛乳パックは本当にやわなんですね。ですからパルプも少なくて、これはもうそのいわゆる紙として再生するっていうルートに乗れなかったんですね。ですけどやっぱり社会事情も変わってきて、それも乗せなきゃいけないっていう気分になってきて、まず学校給食飲んだ後のパックを再生してほしいということで、今度は学校にはがき作りだけじゃなくてパックを切り開いてきちんと乾かしてもらう、そういう行いもしてほしいっていう、お願いにも全校回りました。さてそれも回収する、全部会員の乗用車で、全部会員が本当に特定の人しかまだ免許を持ってませんでしたから、お車使っていいよっていう人も少なかったんですけれど、その方に全部負担がいってたんですね。車一台ダメにしたんだよみたいな冗談が出るような感じもあったんですけれど、でそのうちにその牛乳屋さん自身がその学校のパックは自分たちで再生に回してくれるってことになって、もう私どもの手を本当に離れました。今みたいに市民活動とかボランティア活動とかあんまりまだなかった時代ですからね。
そういう時代に自分たちの発想でやってこれたっていうね。で我々のそのパック回収とか、その後に小田原市がお始めになって、で法律ができて、ですからとっても意味のある活動だったな。それを自分たちが自発的にただもう一生懸命にやった、その点ね、やっぱり自慢だよね。市民へのリサイクル啓発活動が認められ、平成11年にはリサイクル推進協議会会長賞を受賞したリサイクル水木。現在は小田急線足柄駅前のリサイクル・リユース手作り品のお店ガラクタ所で店番を担当しながら、エコたわし、布造り、先折りなどリサイクル品の使用促進や再生ペーパー類の普及活動に取り組んでいます。最初は火水金の1時半から4時までやってたんですけれど、現在は水木金の1時半から4時まで週3回2人当番でやっております。こちらのエコたわしなんですけれども、一応袋型なんですよ。これはね、フルゲートを使っております。これはタオルで作った家の外でなく今は室内ワギンで履いております。こちらはやっぱり古い布で作りましたティディベアです。これも皆さんに好評いただいております。でこちらは大島の着物で作ったペットボトル入れです。でこれもやっぱり着物で作りました物入れです。でこれは学校でも教えました。で老人ホームでも教えました。簡単にできるものなんですけれども、一応ここのティッシュが5個入ってティッシュ入れになってます。でこちらは松ぼっくりなんですけれども、これもいろんなところで教えましたし、簡単にできますもんですから、これはトイレットペーパーの芯なんですよ。まあ、これ以外にもいろいろあるんですけれど、研究しながら別のものを作っていくっていうのもちょっと楽しい発想です。ボケないのの一つかなと思ってます。私たちが集めた牛乳パックの中からこういう新しいいい製品がたくさんあります。それで私たちはここのガラクタのところでこういったトイレットペーパー、ティッシュペーパー販売いたしております。ちょっとお値段高いかもしれませんけれど、品質は間違いなくいいものです。皆さん買ってください。そうするとリサイクルの輪がつながるんじゃないかと思っております。昨年度小田原市民交流センター梅子で実施された第1回ポスター展では、活動に共感部門で1位に入賞。1月21日に開催された小田原市民交流センター新春交流会では、中島春子会長が活動報告を行うなど、再びリサイクル水木の活動、そしてその功績に注目と賞賛が集まっています。それこそ国全体が変わってきたし、社会の在り方が変わってきたし、まあ目的を達成したって言えば達成したんですけど、まあ環境問題だって全てが解決したわけじゃないし、まあこのお店でも結局そのグループの人たちが来て、高齢化ですからお仲間作りをして生きがいにつなげていけばっていうふうには思いますけどね。牛乳パックの回収を行っていた時代と比べ、会員数は半数に減り、現在はおよそ20人が紙すき体験やフリーマーケット、リユース小物講座などを通じ、ゴミゼロ社会を目指し活動しているリサイクル水木。設立から25年、今なお環境に優しい循環型社会づくりに貢献しています。私たち若い力を期待しております。で今までいろいろやってきましたけれど、作品もいろいろあります。でこの作品を作ってくださる方ももちろん募集してるんですけれど、そんなに怖いおばさんたちばっかりじゃないんで、気軽にどうぞ一度こちらに来るなり、お電話いただくなりしていただけると嬉しいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。